三越前駅。三越前駅は、東京都中央区日本橋室町にある、東京地下鉄、東京メトロの駅である。銀座線と半蔵門線が乗り入れ、各路線ごとに、駅番号が与えられている。半蔵門線の列車は、東京急行電鉄と東武鉄道との三車直通運転を行っている。なお、新日本橋駅と連絡しており、 連絡通路を経由して、東日本旅客鉄道、JR 東日本総武快速線に乗り換えることができる。銀座線、半蔵門線のいずれも島式ホーム一面二線を有する地下駅。両線は改札外連絡となり、乗り換えるためには一旦改札を出場し、夢ロードと呼ばれる連絡通路を経由する。 東京メトロが公表している乗り換え時間の目安は5分となっている。2013年に連絡通路の拡幅工事が完成し、従来の倍以上の福音となった。銀座線の駅と新日本橋駅の位置はそれほど離れていないが、新日本橋駅が地下部区にあるため、乗り換え時間の目安は4分である。また、半蔵門線の駅と新日本橋駅は、 銀座線の駅を挟んで、反対側にあり、両駅の乗り換え時間の目安は10分とされている。トイレは、従来半蔵門線の改札内に2カ所設置されて、いたが、2007年4月に銀座線中央改札外コンコースに、オストメイト対応設備や、ベビーシートを設けた、多機能トイレや幼児専用トイレが新設された。なお、半蔵門線側の押上側改札口内の、 トイレには多機能トイレが併設されている。半蔵門線が水天宮前駅まで延伸される前は銀座線の浅草寄りに渡り線があったため折り返し運転をすることができ渋谷三越前での区間運用も過去には存在した。現在は渡り線が撤去されているため異常時のみしか三越前表示は見られない。当駅は日本橋駅。 ツトムカンク3越前地域として近隣の駅を管理している。出展、東京メトロ、校内図2018年7月27日より、銀座線ホームで、同9月8日より、半蔵門線ホームで発車メロディの使用が開始された。共に、曲は民謡、お江戸日本橋、塩塚博及び、福島直屋によるアレンジである。 近年の1日平均乗降人員推移は、下表の通り。近年の1日平均乗車人員推移は、下表の通り。最寄りの停留所は、日本橋三越、室町3丁目、地下鉄三越前駅、A2 出口、三井記念美術館、A8 出口、日本橋室町1丁目、A4 出口、本国町1丁目、新日本橋駅、A10 出口、室町2丁目、 エ出口となる。以下の路線が、それぞれの停留所に乗り入れ、東42号系統は、都営バス、メトロリンク日本橋、スカイホップバスは、日の丸自動車工業、エドバスは、日立自動車交通によりそれぞれ運行れている。また、マンダリンオリエンタル東京には、東京空港交通により運行されている、成田空港業の空港連絡バスが乗り入れている。 続説では、新橋への延伸を目指しながらも、資金難に陥っていた東京地下鉄道に対し、目の前の中央通りに本店を構える三越が、駅の建設資金を全額負担して開業させた駅であるとされる。この説が真実であれば、まさに三越が駅を作ったことになる。これついて、三越側では、店舗への直通出入口の設置費用を負担したという資料はあるものの、 駅の建設費を全額負担したという資料は確認できないとしているが、東京メトロ側は銀座線リニューアル情報サイトにおいて、三越が建設費用を全額負担したと明記している。また、後年開設された半蔵門線ホームの壁面デザインは、三越の放送紙、花開くをデザインした井の熊玄一郎の作品であるが、駅名標は他の英断。 東京メトロの駅と同じものである。一式業の名を付した三越前の駅名は、鉄道時刻表や旅行ガイドブック、市販手帳の地下鉄路線図、ウェブ上の経路検索サービス、経路案内ソフトのほか、都営の地下鉄路線図にも一切改変されることなく、掲載されており、三越はそれらすべて現在に至るまで広告料を払わずに宣伝していることになる。なお、 半蔵門線三越前駅の建設にあたり三越は資金提供をしていない。当駅の開業後、三越はさらににぎわった。東京地下鉄道では、上野広小路駅、松坂屋、日本橋駅、高島屋、白木屋、京橋駅、明治屋、銀座駅、松屋、三越の5駅が、駅上の百貨店等の資金提供を受けて建設され、その際に、 各店舗と結ばれた特約は現在でも生きており、これらは駅名アナウンスにスポンサー名を入れているが、駅名に百貨店等の屋号を入れるまでに至っていない。営団地下鉄、半蔵門線、当時が三越前駅までの部分開業だった時代、近隣に東急百貨店日本橋店、現、カーリード日本橋を構え、百貨店として競合していた東京急行電鉄は、 新玉川線、当時、田園都市線と、半蔵門線の直通運転を行っていた、関係上、自社車両や、時刻表、ホームの発車表の行き先に、ライバル百貨店、三越の名前を掲示せざるを得なくなるジレンマを抱えみ、自社線内では、渋谷方面や、半蔵門線直通電車など、行き先を曖昧にして、アナウンスを行い、三越と呼ぶことを可能な限り避けた。 その後、半蔵門線は1990年、平成2年に水天宮前駅まで延伸したことで、東急グループが抱えていたジレンマは解消された。当駅における JR 線への乗り換え案内では、JR 総武快速線は乗り換えと、路線名まで、アナウンス、表示する。他に路線名まで案内されるのは、明治神宮前駅、北千住駅。 高田の馬場駅などのみで、その他の駅では、基本的には、JR 線としか案内しない。ちなみに、英語の案内、表示では、JR ソブ、快速ラインとなる。なお、半蔵門線ホームでの乗り換え案内放送では2000年代初頭まで、銀座線しか放送しておらず、現在でも、市販の地図に掲載されている、路線図では、三越前、新日本橋、 JR 総武快速線領域が乗り扱いになっていないものもいくつかある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。